JR バス、東北青森支店、JR バス、東北青森支店は、青森県青森市青森駅前にある、JR バス東北の営業所である。青森県青森市柳川一丁目2の23、各地で、観光路線を運行していた、鉄道省では、戸和田湖に注目し、鉄道省 A バスの運行計画を進めた。道路改修を行い、 青森スカイユカンの個人路線を買収して1934年8月5日の戸和田北線開業とともに青森自動車所を設置した。その後、青森市内での区間運行便も新設し、横内線、浅虫線をそれぞれ運行を開始した。なお、それらの区間においてこの2つの路線は青森市営バスに先駆けて運行を開始したものである。当時、 一番バスは、函館からの青函連絡線二便の到着に、接続しており、十数台の連行で運転された。運転手、車両ともに、青森館内だけでは足りずに、各地の自動車営業所からの除菌も行われていた。なお、民営化までは、青森と和田湖線笠松峠の除雪作業は、国鉄除雪隊の手によって行われていた。 国鉄の自動車部門は合理化と車掌不足のためワンマン化を進め、1967年には横内線にて東北地方自動車部管内で初めてワンマンカー運行を開始した。1975年には戸和田北線でも実施。戸和田北線は依然全線で冬期間運休となっていたが、1982年には除雪体制が整い青森スカイゆカんの 通年運行化が実現した。前後して、青森市営バスが、スカユまでの路線を申請したが、国鉄側が拒否。最終的には、青森市営バス側が、浅虫線を減便して、国鉄バスの増便を認めたことにより合意に至った。なお、青森市営バスは1990年代に入り、スカユ線を廃止している。国鉄分割民営化直後に、浅虫線、 横内線を増便。また、1980年代後半の高速バスの路線新設ブームの中、アスナロ号、ラフォーレ号の運行を開始した。1993年の新青森空港開港に伴い、青森空港線に参入、青森市営バスとの共同運行を開始した。九9九十年代半ばに入り合理化が進み、ラフォーレ号が、 先代の立議によるワンマン運行となった。2002年の東北新幹線8の平気開業により、十和田東線、小平瀬号の運行を開始した。2003年には十和田南営業所廃止に伴う路線の持ち替えが行われ、ブルーシティ号と、と和田古号の担当となっている。近年は、横内線、 浅虫線の利用者源により2007年3月をもって浅虫線を廃止撤退している。これと同じくして JR バス東北所有のバスポールが青森市 A バスに無償状とされ浅虫線横内線沿線の一部停留場で青森市 A バスの停留場として使用されている。2007年7月20日青森市が 東北新幹線新青森駅開業を見据えて、文化観光交流施設の建設のため、旧青森支店用地の取得に乗り出し、青森市当局と JR バス東北の間で大筋合意した。これにより、青森支店は、青森市民ホール南側にある、私有地に土地所有を交換する形で2008年12月19日に移転した。旧庁舎、 バスターミナル旧車庫、整備工場青森発着の一部高速バスは、通し店で休憩、退泊をする。ありがとうございます。